はいどうも皆さん、こんにちは。本日もあつ森やっていきましょうか。さあ、アップデートが入って、環境がガラッと変わりました。いやー、本当にね、ガラッと変わりましたね。で、今日はパニエルの島にやってきました。さてさてさて、島にやってきたわけなんですが、なんかね、とんでもないものがいたんですよ。おそらくサムネとかタイトル見てもらったらわかると思うんですが、ガチでとんでもない人がいました。ではでは今から行ってみましょうか。多分見たらすぐわかるんじゃないかなと思いますね。お!見えてきましたね。ほら、なんかいないか。なんかいますよね。お前誰だ?え、ちょっと待って。お前真面目に誰な?これ見て。誰ですか?みたいな。ちょっと待って。普通にいるけどさ。誰だお前みたいな感じなんだけど。ね。さあ、そういったところで話しかけていきましょうか。まあ、見てもらったらわかる通り、ことぶきなんですよ。ただ、自称、どんどんぐりって言ってますね。ふふふ。おう、社畜、今日も精が出るの。ほれ、どんぐりのプレゼントじゃ。ありがとう。あ、ありがとう、どんぐりもらった。して、今日はこのどんどんぐりに何か用かの?どういうことやねん、どんどんぐりに何か用かのって。これ、どういうこと?完全に、どんぐりになりきってるんだけど。謎の人物が現れたぞ。誰だお前。え、これってさ、どんぐりの季節に現れるっていうこと?フェンフェンフェン、このどんどんぐりに何か用かの?いや、用っていうかさ、突っ込みどころが満載すぎるっていうのと、なんで説明がないんだ?いや、どんどんぐりっていうのは分かったわ。お前、ことぶきだろ。明らかにこれことぶきなんすよ。けど、完全に、白を切ってるよな。いやいやいや、ことぶきって誰じゃ?まあ今、どんどんぐりじゃ、みたいな。まあそういったところで隠しキャラのどんどんぐり、現れました。うん、本人はもう完全にこれなりきってますね。いや、また遊びに来るんじゃねえよ。びっくりしたわ。いやけどこれさ、遠くから見ると結構怖えな。見てこれ、めっちゃ怖くないか。どんぐりの被り物を被ってるけどさ。ね。なんか、すげえ怖えんだが。そして、パニエル、どうした?いやーしゃ、ジグさん、ラグや壁紙なんかを取り扱ってる、ローランさんのお店がオープンしたよ。お、来たか。ようやく来ましたね、ローランも。さあ、続々と、奴らが集まってきた。どうもどうも、私、ローランと申すですが、はるばる来たです、遠くから。出た、相変わらずやな。これで、ローランも駐在するようになりましたね。ようやく盛り上がってきたぜ。で、パニエルの島も。これで、ようやくコンプリートか。いやー、長かったね。寄付だけで、どれぐらいかかったんだっけ ?70 万ベルぐらいかかったんじゃないかな。結構かかりましたよ、本当に。で、君たちは何してんだ?よくもて喋りかけてなかったな。よう、このトレーラー、なかなかいい感じで気に入ってんだ。改めて礼を言うぜ。なんか昔で言うオートキャンプ場みたいな感じですよね。俺っちにしかリメイクできないものもあるから、どんどん持ってきてくれよな。そうなんだよ。実は改造さん超万能で、例えばマイル家具ってあるじゃん。マイル家具って昔は、色違いをゲットしようと思ったら、通信しないといけなかったんだけど、ただこれからは、通信しなくてもいいんですよ。これはかなりでかいよね。この改造さんに渡せばリメイクしてくれるんですよね。いやー、これは本当ありがたいわ。そしてリサちゃんこれ何してんの?あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらく集まりをやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。ほら、社畜さん、この度はいろいろとありがとう。いえいえ。おかげで、こんな素敵なトレーラーで、カー君の、なんかカービィみたいだな、前から思ってたけど、カー君って。カー君の仕事っぷりを見れるなんて、これからますます楽しくなるわ。結局、R パーカーズ、リサイクルショップは開店しないんか。ね。てっきり開店すると思っていたんですが、開店しないみたいですね。さあ、とりあえず、パニエルの島、後にしましょうか。いや、本当にね、やることが盛りだくさんすぎるわ。やばいよな。突然ボリュームが増えたみたいな。お、パニエル。あれ?お前、いつの間に戻ったの?行くよ、パニエルよ。お前、活躍してくれるな。君のおかげでお店を呼ぶために必要なお金が集まったよ。ふざけんな。すでに手続きは進めていて、明日には新しいお店が増えると思うから楽しみに待っていてくれ。そうなんだよ。シャンクでラストなんですよね。で、募金もしたからこれで終わりか。いやー、やることがマジでたくさんだったな。うん。では、借りましょう。ところで皆さん、新家具は集まりましたか?
僕もですね、今頑張って新しい家具とか、あとは料理のレシピとか、頑張って入手してるんだけど、全然集まらないわ。やばいな。俺さ、起きてる間ずっと集まりやってるんだけど、全然集まらない。大変だな、これ。マジで朝から晩までやってるわ。全然集まらんみたいな。そんな感じよ。あとですね、僕の一日のルーティンとしましては、次はですね、カッペイの島に行こうと思います。まあ、カッペイの島というか、カッペイに連れてってもらう島かな。ボートツアーですよ。これですね、実は、一日に一回しか行くことができないんで、まあ、すごく利便性は悪いんですが、一日に一回っていうことだから、できるだけ毎日行った方がいいんですよ。まあ、言ってもね、1000マイルだから、まあ、安いっちゃ安いよね。ただこれさ、修正かからないかな。なんか一日に例えば何往復でもできますみたいな。飛び盛り自体はね、何回も行けたんですよ。なのでそういった仕様に変更にならないかなと思っているんですが、さすがに難しいか。けど一日一回でちょっとあれだよな。で、あとね、皆さん知ってましたか？これね、スキップすることできるんですよ。たまにコメント欄でスキップすることできないんですかって来るんですが、あ、ちょっと待って、何これ、これ着いたべ。え、待って、どこ、ここ。初めて来た。うわー、寒そう。季節島だ。雪が降ってるね。季節は11月とかかな、多分。これ12月とかではないよな。11月、いや、12月かな。どうなんだろう。まあ、季節島にやってきました。で、さっきもらったどんぐりなんですが、9個もらってるわ。やばいな。どんぐりめっちゃもらえたんだけど。で、盆栽棚もゲットしました。あと、レシピも集めないといけないからな。あ、けどさ、木が見てもらったらわかる通り、まだ紅葉が残ってるじゃないですか。っていうことは、季節はやっぱりこれ11月の設定か。12月ではないよな。はいはいはい。いやー、季節島初めて来たね。てなわけで、ちょっといろいろ見ていきたいわけなんですが、あ、これもしかしたら埴輪じゃね？埴輪っぽいな。ちょっとこちら登って、ハニワゲットしていきましょうか。よくらせと。で、多分これハニワだよな。ほんとなんかカッペの離島って。あ、ゲットした。ハニワのかけらじゃなくてハニワ自体か。キュンハニワを掘り出した。やったぜー。ってことで、ハニワゲットいたしました。で、あとさ、魚の追加とかって特にないですよね。大型アップデートで。なんか地味にさ、やり込み要素として、魚釣り好きだったから、なんか追加で新しい魚とか来てくれたら嬉しかったんだけど、まあさすがにそこは来なかったね。まあハニワとか追加してくれるだけで嬉しいんだけど、やっぱりね、新しい魚とか欲しいなと思いました。多分これはね、自分だけじゃないはず、多くの方が思ってるはずですよね。で、島を隅々まで見ていきたいわけですが、そんななんか掘り出し物ってないよなね。そうそうそう、離島に来たのはいいけど、正直ね、特に何もなかったなーっていうのが結構多いので、特に何もなしか。まあ外れの島なんかな、これは。一応どうなんだろう。まあ位置づけが難しいところなんですが、まあとりあえず埴輪をゲットして、レシピゲットしてみたいな感じ。けど季節島なんですが、特にやることはないので帰りましょう。まあたまに掘り出し物があるんですが、で今回は外れでした。リア島ってさ、何があるんだろう、カッペイのボートツアーで。それが気になるな。タイムトラベルするたびにこうやってね、わざわざ行ってるわけですが、ただあまり当たりの島がない気がするわ。まだね、ロドリーとかモーリーに連れてってもらう離島の方がある気がするな。で、こちらスキップしましょう。さあ、 B ボタン連打でスキップできます。これ結構めんどくさいからな、聞くので。スキップしましょうか。はいはいはい、 OK で強制終了と。まあ、結構ね、歌長いからさ、やっぱスキップしたくなるよね。はい、ってことで戻ってきました。はい、いやー、カッペイもついにやってきましたね、ほんと。けど本当にさ、大型アップデートで変わりすぎじゃないか。マジで変わりすぎだよね。もう全くの別ゲーなんだけど。あとはあれだ、追加コンテンツ来たじゃん。あっちの方全然やってないんだわ。皆さんやってますか？いやー、メインの島の方が大変でさ、まだそこまで手が回ってない。ボリュームがすごすぎるわ。
ヤッホー、シャ様すごいお久しぶり。1週間ぶりぐらいかな。お前よく覚えてるな。まあ、タイムトラベルしたからさ。最近見かけないねって他の子たちとも話してたんだよ。そうなの。そんななんか話すような内容なのか。いや、わからんけど。でも元気そうでよかった。みんなも気にしてたから顔見せに行ってあげてね。そんな気にしてるもんなんか。まあ、一応島民代表だからな。いやー、僕に行こうよ。お話しようぜ。えへへ、見て見て。このチェックマフラー付きセーター。俺があげたやつじゃねえか。多分これ俺があげたやつのはず。こういうおしゃれな服を着た時はあんまり食べないようにしてるんだ。汚しちゃったら嫌だもん。金くれい。いや本当にね、会話のバリエーションが増えましたよね。今のは新しい会話じゃないんですが、いや、やりごたえがあるわ。何何、金くれい。なんかこうやってね、住民と話してるだけで新しい発見があるから、できるだけ積極的に話しかけた方がいいと思いますよ。お、どうした。僕が最近ハマってるお外でのお楽しみはね、飛行機走り。出たー。これ前から気になってたんだけど、飛行機走り。てかさ、初めて正式名称聞いたわ、住民の口から。やっぱりあれ飛行機走りって言うんだ。あ、俺はね、あられちゃん走りって呼んでたんだけど。あ、やっぱ飛行機走りなんだ。両手を広げて風をいっぱい受けるととっても気持ちいいんだ。この飛行機走りってやつさ、もしかすると新しいモーションとして追加されないかな。いや、どうなんだろう。隠しアップデートで何かの条件を満たしたらゲットできるとか、そういったノリかな。ちょっとわかりませんけど、気になるよね、そこは。人や物にはぶつからないようにちゃんと気をつけてるから心配いらないよ、金くれい。いや、そういった問題じゃないし、なおかつ結構ぶつかってる気がするけどな。俺にはしょっちゅうぶつかってるでしょ、お前たち。俺はしっかり見てるからな。ってことで、家を後にしましょうか。いやー、やること盛りだくさんだわ。けど、ルーティンだけでさ、結構ありますよね。たぬき商店行って、たぬきショッピング確認して。で、その次はボートツアー行ってみたいな。で、パニエルの島行くみたいな感じ。いや、本当にね、一日やることが多すぎるわ。まあ、これはこれでいいことだと思うんですが、その前にちょっとたぬきショッピング見せてください。お!なんか売ってるね。あー、けどこれはさ、あれじゃないの。元からありましたよね、世界地図って。まあ、ちょ、忘れたからさ、一応買っとくわ。なんか新しい家具とか増えすぎてさ、何が追加されたか分からなくなるわ。ワンシャジクくん、一週間ぶりじゃないか、金くれい。うわぁ、お前らよく覚えてるな、俺のこと。一週間ぶりって、しかもピンポイントやな。ねえ、どうしたんだい、もっと僕と話したいのかな、世間話でも。僕はね、一人でいるとたまに考えてしまうんだ。これから5年、10年先のこと。その頃には僕らも成長して、今では思いつかない容姿になってるのかな。嫌なこと言うな。姿形が変わろうとも、僕ら固い絆でつながっている。そうだろ、社畜くん。ああ、はい、そうだね。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。